西尾市立キラ図書館は愛知県西尾市キラ町にある公共図書館、西尾市立図書館の文館である。1984年10月に発群キラ町のキラ町立図書館として開館し、2011年4月1日に西尾市立キラ図書館に改称した。名鉄西尾線キラ吉田駅から北に徒歩20分の場所にある。 はずぐんキラ町は1982年7月に図書館の建設方針を固め、1983年10月に名鉄西尾線三河小木原駅西側の用地で着工、1984年3月に竣工した。1984年7月にキラ町立図書館が仮開館し、同年10月に正式開館した。図書館は、 西尾市が所有する旧カスヤ邸と敷地を同一にしており、江戸時代の豪農である旧カスヤ邸に調和した外観となっている。鉄筋コンクリート作り平屋建てであり、開館当時の蔵書収容能力は、開花が3万冊、閉花書庫が3万冊、計6万冊だった。百八十八年三月には、図書館入り口の右手に、発群横須賀町出身の小説家である、 尾崎志郎に関する文献を集めた尾崎志郎記念室が設置された。1989年2月には尾崎志郎作文章を創設した。同年8月には図書データの作成など電算化の準備を開始し、1990年4月にはコンピュータによる貸し出し返却業務を開始した。百九十一年度時点の開館時間は九時から十七時。 であり、貸出冊数は5冊まで、貸出期間は15日間だった。1991年度末の増書冊数は5万485冊であり、1991年度の貸出冊数は5万698冊だった。1991年度末のキラ町の人口は2万2037人だった。ため、住民1人当たり、貸出冊数は2.3冊だった。 1992年12月にはボランティアグループコーマの会が結成された。1993年には文学者の記念室を併設する公共図書館の館長が一堂に会する全国交流会が丸岡町大民図書館で初開催され、キラ町立図書館からも館長が出席した。1994年2月には開館10周年を記念して、 尾崎志郎展を開催した。1995年5月には、愛知県図書館オンライン検索システムに接続した。同年5月には、キラ児童館に、同年6月には、キラ文化広場に廃本書を開設している。同年7月には、キラ町の調整40周年記念事業として、図書館フェスタを開催した。同年10月には、キラ町立図書館で、 第3回全国文学者記念室を伴う図書館、交流会が開催され、吉良調立図書館のほかに、丸岡町大民図書館、文京区立本郷図書館、四日市市立図書館、彦根市立図書館、高木村立、向鳩十記念図書館、高月町立図書館が参加した。1996年5月には小学校5校に、対して巡回図書を開始し、 同年10月には、市長各資料の貸し出しを開始した。同一敷地にある旧カス屋亭2000年5月から2001年1月には、建物北側に、別棟の増改築工事を行い、新たに、特別閲覧室、市長各室兼会議室、第二閉駆書庫が設けられた。これにより、増書収容能力は、開花が5万冊、閉駆書庫が11万冊、計16万冊に増えた。 2000年度末の蔵書点数は9万811点であり、2000年度の貸出点数は9万8669点だった。2000年度末のキラ町の人口は2 22万2204人だったため、住民1人当たり貸出冊数は4.4冊だった。開館から16年を経た2001年2月16日には、延べ入館者数が100万人を超えた。 尾崎史郎記念室や尾崎の書斎があることから、観光客が図書館を訪れることがある。2002年12月には、図書館西側の同一敷地に、尾崎史郎の書斎を移築した、尾崎史郎記念館が開館した。2006年12月16日には、最寄り駅の名鉄西尾線三河小木原駅が廃止となり、最寄り駅は、名鉄西尾線、蒲郡線、平吉田駅となった。 2007年2月1日には、ハズ群山頂図書館広域システムが開始され、一式町の学びの館、ハズ町のハズ町立図書館とオンラインで結ばれた。ウェブサイトから参観すべての蔵書検索や予約などが可能となり、ハズ町立図書館の蔵書をウェブサイトから予約して、キラ町立図書館で受け取ることなどが可能となった。 2009年度末の蔵書点数は13万1431点であり、2009年度の貸出点数は14万3165点だった。2009年度末のキラ町の人口は2万2901人だったため、住民1人当たり貸出者数は6.3冊だった。2011年4月1日には、旧西尾市、一色町、キラ町、 はず町の一三町が合併して新西尾市が発足し、キラ町立図書館は西尾市立キラ図書館に改称した。2015年度末の蔵書冊数は13万7901冊であり、2015年度の貸出冊数は13万980冊である。西尾市立キラ図書館の同一敷地内には、尾崎志郎の文学記念館である、尾崎志郎記念館がある。 尾崎史郎は1898年に発群横須賀町に生まれた小説家であり、吉良町では史郎さんとして親しまれている。1984年に開館した吉良町立図書館には尾崎史郎記念室が設けられ、直筆原稿、蔵書、取材ノート、万年筆など約1000点が展示されていた。しかし、 吉良町民や早稲田大学卒業生などからの要望を受け、吉良町は独立した記念館を建設することを計画。2002年9月に図書館西側で着工し、12月7日に観光式を行い、12月14日に尾崎志郎記念館が開館した。開館時には尾崎の妻と長男から遺品や蔵書の寄贈を受けており、中には 洋画家の中川和正が描いた人生劇場青春編の挿絵などもあった。鉄骨作り平屋建てであり、延べ床面積は110平方メートル。民家風の外観である。遺族などから寄贈された約4000点を展示しており、1933年から旧都新聞に連載された人生劇場青春編の挿絵の原画、尾崎の直筆原稿、書簡著書、 学校資料、人生劇場の映画資料、芝居などの台本、変額、愛用品などがある。2002年の尾崎史郎記念館開館時には、図書館から蔵書などが移管されたが、記念館見学者などからの著書の貸し出しの要望が根強く、2007年には図書館内に、尾崎史郎特設コーナーが設置された。初の本格長編、投資行、尾崎史郎選週、来電など、 約80冊が設置され、その大半は絶版となっている書籍である。ありがとうございます。